池田光太郎は、日本の政治家、官僚、薬剤師。北海道旭川市出身。1925年東京薬学専門学校卒。北海道名寄市市長。名寄市名誉市民。1925年内務省東京衛生試験所に入所。1929年内務省大官。名寄町で家業である薬局を継ぐ。 1951年北海道薬剤師会理事。1952年那寄町、商工会議所副会頭に就任。同年、那寄町教育委員会委員にも就任。1955年那寄町議会議員に初当選。1958年那寄市が市政施行後、初となる市長選出馬し、那寄市長に初当選。連続3期を務め、 1974年同市長を、優退。同年、名寄女子短期大学非常勤講師、朝日川大学非常勤講師。1979年名寄女子短期大学、朝日川大学の講師を退任。1981年私立名寄女短期、大学名誉公優に選ばれる。温厚特実な性格で、責任感の強い人物だったという。名寄氏を、 東北の中核都市とするべく、名寄市への企業誘致や、ピアシリアマヤマック開発、小薬栽培の普及、市民図書館の建設のほか、東北にも高等教育の充実を図るために、1960年に名寄女子短期大学の創立に尽力。現代物庫社、時点1988から 1990P48。ありがとうございます。